皆さんこんにちは、ショーンです。久しぶりの動画投稿ですね。ネタがないわけではないんですけど、ビデオもちょっとたくさんあって、本当はもっと頻繁にアップロードしたいんですけど、できれば毎日でもね。ただなかなかそういう暇がなくて、かなり久しぶりに動画をまたアップロードすることになったんですけど、結構動画上げるのも結構大変なんですよね。はい、あんまり編集とか得意じゃないんで、こんな簡単なビデオでも本当編集するのに2時間ぐらいかかっちゃうし、それでまああんまり時間なくて動画上げれてなかったんですけど、また久しぶりに今日は、僕がちょうど今日届いた、ちょっとね、友達のプレゼント用に買ったちょっとしたものを紹介したいと思います。それがこちらですね。これピントが合ってないな。これゴーグルパンダパルって言ってね、これポータブルスピーカーなんですけど、ちょっとパンダの形をしたスピーカーですね。これ20ドルぐらいでしたね。まあ日本で2000円ぐらいかな、適当だけど。これをちょっと今日紹介してみたいと思います。これすでに中身は取ってあるんですけど、こうやってすごいちっちゃいんですね。ソフトボール級ぐらいですかね、これ。で、ちょうどこの目の部分がスピーカーになってまして、すごい可愛いですよね。これポータブルスピーカーで、ここにこうやって電池を入れて、USB 経由で、電源も入れられるし、ここにこのケーブルがついてるんですけど、これをパソコンに差し込んだり、あとはiPhone など自分の携帯のイヤホンのところに接続すれば、スピーカーとして使えます。ちょっとこれを今日試してみたいと思います。はい、それではまず最初にパソコンから聞こえる音をちょっと聞いてみましょう。これが今僕のパソコンから聞こえてる音楽ですね。ちなみにこの曲は著作権フリーの曲を使っています。どうですかね。僕のパソコンもノートパソコンで、そんなに音は悪くないです。それではこれをパソコンのヘッドジャックっていうんですか、そこにちょっと挿してみますね。どういう風に聞こえてくるんでしょうか。おい、止まったよ。電源を入れ忘れてましたね。電源をポチッ。これ今電池で電源入っています。これ別に電池なしでも USB をつなげれば普通に使えますね。それでは差し込んでみましょう。これ今音量最大ですね。どうでしょうか。これこの目から鳴ってるんですよ、音が。さすがに最大にするとちょっと音は少しだけ割れてますね。これぐらいだとすごい重低音も響いて、すごい聞きやすいですね、音楽は。今外しました。こんな感じです。
これがあのパソコンからパソコンにつないだ時の音ですね。今映したのがね。はい、それでは今からちょっと試してみたいと思いますね。これはあの僕の iPod Touch で、これ iPhone でも他のスマートフォンでもあのヘッドホンのところにこうやって差し込めばあのスピーカーとして使えます。ちょっと流してみましょう。この曲もあの著作権フリーの曲です。もう一度、もう一度。こんな感じで聞こえてますね。どうですか？かわいいでしょう。それではちょっとこれを抜いてみましょう。違いが分かりますかね。動画だとちょっと分かりにくいんですよね。これ今あの音量最大で iPod で聞いています。こんな感じですね。それではもう一度差し込んでみましょうか。ちょっと差せない。あ、間違えた。どこ行っちゃったんだ。おいおい、終わっちゃったよ。すいません、もう一度。こんな感じですね。こんな感じ。もう一度抜きますよ。どうですかね。まあこんな感じでいつでもどこでも持ち運べるポータブルスピーカーなんで、特にこれ見た目が可愛いから すごいこの大きさで音はいいと思います。はい、どうでしたでしょうか。このパンダくんすごい可愛いですよね。まあいろんなポータブルスピーカーがあるんですけど、これは特にデザインがやっぱり可愛いっていうのと、やっぱりちっちゃいけど音がすごいいいです。このサイズでこの値段でこの音だと思う、絶対に満足できると思うんですよ。でやっぱりこのサイズだとカバンとかに入れて持ち運べるし、やっぱり外で例えばみんなに動画とか見せたい時でもね、ちょっとこうやってちょっと待ってください。こうやってこうやって音楽を流しながら、こんにちは、です。みんなに見せることもできる。インデペンデンスデーなので、アメリカ休日です。ちょっとこれから出かけてみようと思います。僕は今日、他にもこういうタブレットとかでもね、こうやってスピーカーとつなげてゲームをしたりすることもできるわけですよ。Oh shit. Sorry. で、まあ、あとは、外で、まあ、バーベキューしたり、プールで泳いでる時も、これでスマートフォン、まあ、普通の携帯からでも、ヘッドホンジャックに差し込めば、いつでも音楽を聴けるという、いつもながら、下手くそな説明でごめんなさい。下手くそな動画でごめんなさい。まあ、今日はこれで終わりです。パンダ、Go Groove のパンダパル、パンダスポータブル、パンダ型スピーカーでした。See you!